皆さんこんにちは、ダンクマン吉です。久々のメインチャンネルなんですけど、あのアスレティックのシャムズによりますと、レイカーズとあるビッグマンが契約間近という話みたいなんで、今回はここを中心にいろいろと見ていきたいと思います。実はつい数日前まで東京にいて、あのジョーダン・キルガノンと一緒にいろいろやっていたんですけど、この件に関してはまた別動画で話していきますね。というわけでレイカーズなんですが、現在彼らが契約間近だという選手が、そうクリスチャン・コロコ、あのビッグマンで少しだけラプターズでプレーをしていたんですけど、なんと彼らが現在契約間近だということで、一応候補としてはこのレイカーズと、あとはそう昔いたラプターズ、そしてクリッパーズ、さらにスパーズも一応あるようですけど、このレイカーズが現在は最有力候補となってるそうです。まあそりゃそうですよね。だってレイカーズとしてはもうこのオフ全然取れなかったから、もう一人ぐらいいいじゃんかと、そういう気持ちですよね。だってもうオフシーズンの動きといえばね、まあダービンハムの首を切ったところまでは良かったんですけど、その後はあのフィルハンディを含む全アシスタントコーチを全員解雇して、そしてその代わりに JJ レディックが就任。そしてあとはルーキーとしてレブロンの息子のブロニー・ジェームス、そしてダルトン・コネクトでも、その一方でスペンサー・ディミディとトリアン・プリンスが出ていった感じで、現状維持どころか下手したら一見弱くなってる感じ。しかもそれに加えて最近発覚したのが、あのジャレット・バンダービルトとクリスチャン・ウッドの怪我。ジャレット・バンダービルトに関してはもうこれは昨シーズンからずっと引きずってる怪我で、まあ手術をすることもできたんでしょうけど、それをね本人が断り続けていて、でも結局ここに来てもまだ治ってないそうです。そしてクリスチャン・ウッドに関しましても、同じその膝の怪我で、まあ彼本人としてはオフシーズンのタイミングでやっといけると見てろよと、そういったメッセージをね残していたんですけど、最近その膝の手術を行ったということで、少なくとも8週間の戦線離脱よって、いよいよまずいぞレイカーズっていう感じだったんですけど、まあここに来てこのクリスチャン・コロコが入りそうだということなんで、まあこれは少なくともね一ついいニュースが入ってきた感じですよね。でぶっちゃけ自分もこのクリスチャン・コロコって聞いてもあまりピンとこなかったんですけど、このニュースを見てハイライトを見てみて気づいたことが、まずサイズは結構ある、確か7フッターは少なくともあって、でも線はなかなか細い感じ、でも得点能力は外のシュートも含めてそんなにある感じではない、でもブロックに関しては結構そのタイミングの合わせ方も含めてとても上手い感じに見えていました。でも今のレイカーズからしたらね、そんな贅沢を言っていられる状況でもないから、とりあえず彼が入ってきてくれるだけでもありがたい。でもよくよく考えたら、あのレイカーズが優勝していた2020年のロスターに関しても、アンソニー・デイビスのバックアップとしてプレーしていたジャベオ・マギーとドワイト・ハワード、彼らもそんなにそのスリーポイントとか打てる感じで得点能力が高いっていう感じでもなかったんですけど、なんだかんだ言ってシステムにはまっていたから、彼も同じようなパターンになる可能性はあるんじゃないかなと個人的には期待しています。そしてもう一つの懸念点がロスター枠ですよね。っていうのは、そうレイカーズは最後にあのブロニー・ジェームスとその契約を結んじゃったから、ロスターの枠がいっぱいいっぱいなんですけど、多分レイカーズが考えているのは 2way コントラクト、そしてタイミングという意味でもこのクリスチャン・ウッドの手術が発覚して間もないこのタイミングだから、明らかにねこのビッグマンを意識した補強となっているから、多分もう彼を 2way 契約で残すことは固いんじゃないですかね。そしてもう一人ね、このコリン・キャッスルトンっていうビッグマンはいるんですけど、多分ここも残す感じ。でも仮にレイカーズがこのコリン・キャッスルトンのことをクリスチャン・ウッドのバックアップとして考えてるんだったら、今回のクリスチャン・コロコのね獲得には動かない可能性もあったと思うんですけど、このように現にこのクリスチャン・コロコの獲得に動いているから、そこまでこのコリン・キャッスルトンのことを計算に入れてないようにも見えますよね。そして今のこのレイカーズの 2way 契約の枠に関しては、このコリン・キャッスルトン、そしてあともう2人入ってるんですけど、おそらくこのうちの1人を解雇してこのクリスチャン・コロコを 2way で契約して、そしてあと1つの枠に関しては競わせるんじゃないかと思います。でもそういえば最近あのレイカーズにはジョーダン・グドウィンもね入っていましたから、あでもジョーダン・グドウィンだったらね、彼がこの最後のスポットを取りに来る可能性も十分にありえそうですよね。っていうのはやっぱりそのビッグマンって来ているから、まあ最後の一人ぐらいね、こういったそのボールハンドリングができるガードが欲しいっていうところなんで、そうですね、この 2way 契約の3枠にはクリスチャン・コロコ、コリン・キャッスルトン、
そしてジョーダン・グドウィンの3人と予想します。そしてあとはまあジャクソン・ヘイズは健在だから、多分このジャクソン・ヘイズとクリスチャン・コロコ、そしてアンソニー・デイビスでビッグマンを回していく感じで、でもこのジャクソン・ヘイズに関しては昨シーズンの終盤くらいからすごいその成長していた感じに見えていたから、その流れが今シーズンも続いていくようだったらレイカーズにとってはね大きいかもしれませんね。そしてスタメンに関しては言うまでもなくアンソニー・デイビス、レブロン・ジェームス、八村塁、オースティン・リーブス、ディアンジェル・ラッセルの5人で、そしてその他のバックアップがゲイブ・ヴィンセント、そしてマックス・クリスティ、そしてキャム・レディッシュと、まあ今のところ戦力として計算できるのはこんな感じなんですけど、あとはここに加えてダルトン・コネクトがどんな感じになってくれるのか。でもこう見てみるとあのマックスウェルとか、あるいはあのシェフィーノ、そしてもっと言うならブロニー・ジェームス、このあたりのロスター枠もね、もう本当にこうなってくるともったいないですよね。まあでもここに関してはうだうだ言っていてもしょうがないんで、もう今いる選手に頑張ってもらうしかないんですけど、皆さんは今回のこのクリスチャン・コロどう思いますか？コメント欄で教えてください。そしてこの動画も楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。